はい、どうもワイワイと申します。もう本日は早速本題ということなんですけれども、本日からはね、自身本当に久々のポケモン、今回は11月15日に発売されましたポケモンソードシールドというものがね発売されたんですが、そのポケモンソードをですね、もう30も超えて随分おじさんになった私がですね、経験としてはね、金銀までやったんですよ。初代と金銀までしかやったことのない私。だから151匹ちょっとプラスぐらいのポケモンしか知らないその私がですね、一からポケモンをやったらどうなるんだと。まあもう若い子たちはね、本当にポケモンみんなこぞってやってるかと思いますんでね、それとはまたこう相反するおじさんのポケモンをプレイというのをね、ぜひ今回はね、冷ややかな目で、ご覧いただければなと思います。ではゲームスタート。もう始まってんのこれ。はい。うわぁ、何お前髪の毛。皆様、ポケットモンスターの世界へようこそ。はい、あれ、え、これ大木の博士みたいなこと。ここガラル地方は豊かな自然と美しい街、そしてたくさんのポケモンと共に暮らす素晴らしい場所。いいですか、私たちはポケットモンスター縮めて、何こいつ、風船。ポケモンという不思議な生き物と力を合わせ暮らしていますよね。そう、ポケモンたちは海や空、街の中、至る所にいます。そう思いますよね、ご観覧の皆さん。そしてポケモンを育て、戦わせ、競い合う人たちをポケモントレーナーと、そう言いますよね皆さん。いや、そうだ、そうだ、ポケモントレーナーだ、ポケモントレーナー。いやいや、おう、挨拶が遅れましたね。私、ローズと申します。それではガラル地方で最強のポケモントレーナー、チャンピオン、ダンデの戦いを皆様にお見せしましょう。あ、ダンデや、ダンデ来んの。うわ、ダンデむっちゃ生きってるやん。どうしたん、ハロウィンかなんか今日。なんでフレミングスの方式だ、なんでフレミングスの方式した。ダンデ、エキシビションといえどお前の無敗気楽を終わらせ、どんな試合でも負けないぜ。かかってきな、このダンデ様にな。リザードン、ダイマックスだ。え、うせや、うせや、ダイマックス、うせや、うせや。あちょっとフィールドの幅考える。いや、おかしい。まだ始まってなかったん。え、なん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 、なんかさ言うてくれんだ、なんか俺が出てくると思うや。あら、かわいい、三つ編みされてますやん、かわいそうに。え、何それ、そうやって持つバッグちゃうわ君。どこ、どこれ、家。うわー、すごいね、トマトの色の服着てんだよね君。ホップ、お邪魔しまーす。ん、あ、ホップくん、これ。お、あいわい、あ、これが俺な。それ、おにゅうのスマホか。というか、兄貴のエキシビジョンマッチ見てたか。兄貴の応援はビシッとリザードンポーズを決め、あ、お前の兄貴な、あれ、ダンデとか言って生きたやつ。ホップくん、今日は大事な日じゃないの。そう、だから走ってワイワイを呼びに来たんです。テレビは後でいいか、兄貴の試合は全部録画してるし。ワイワイも来いよ、きっとプレゼントをもらえるから、バッグを忘れるんじゃないぞ。どうも、お邪魔しました。うん、まあ今度行くわ、忙しいから。今タスク管理忙しいからよ。え、何も動かせんの。あ、もう動かせんねや。すごい。え、これがポケモンなん、これ。え、俺の知ってるポケモンと全然違う。うわ、すごいやん、めっちゃ動き回れんねんけど。歩いたりもできんねん、すげえな、これ。こいつは何なのよ、これ。スカートみたいなやつ。ズズ、わからん、何こんなわからんやつ一緒に住んでんの。え、ごめん、汚れる、出て、ごめん、出て行って。お前歯大変やな、それ下から出てんの。噛める、ちゃんと。
かわいそう、なんか胸のとこだけお前なんか剃られてんのそれ、かわいそうに。おい、あとで帰ってきたらお前直してるからちゃんとつなぎ合わせたらせ、下のとこもな。こっち行けって言って、なんかバッグかなんか持ってけって言われてへんかった俺。あ、お母さんこれ、お母さんであってほしくないけどお母さんなんやろ自分。ホップくんが言ってたよね、バッグを忘れるなって。バッグと帽子ならワイワイあなたの部屋にあるでしょ。うん、こっちこっちが俺の部屋。え、まさかこのカロリーメイトみたいなやつ、これ俺のバッグ。いやいや、パパが使っていたバッグを手に取った。え、そんなんいらんわ、なんかアコーディオンみたいな。絶対背中痛なるやん。もう前髪を気にすんな、殺すぞ。そんな言い方ないやん。 X ボタンで、メニューが開きます。はい、X ボタンね。で、メニューでレポートを選んで記録できて、タウンマップ選ぶと実は行き先確認できると。へえ。で、ちょっと見して、おじさんに。これすごいな、叩き方が。バッグ、うん、何入ってんの。あ、傷薬入ってるやん。スプレー式の傷薬やねんって。傷薬ってスプレーなんやな。へえ、なんか塗るもんやと思ってたわ。これがレポート。これ R 押すの。これ、うん、記録する。これハロンタウンっていうの今。へえ、うわ、もう全然ちゃうやん俺の知ってる頃のポケモンと。あ、俺こいつ知ってる、こいつピカチュウやろお前ちゃう。これ動かへんのこいつは。あ、これスイッチやん。ほんでスイッチや。すごい、これデロンギのヒーターちゃん。これデロンギのヒーターもお前ええー、な、ええー、暮らししてんな。お前行ってくるわ俺、ちょっとパッとなんか行って帰ってくるわ。なんかいる食べ物かな、こうでこうか帰り。いらん。ああ、ごめんごめん、ホップ。あの、バッグ俺さ、用意してたからさ、ちょっと遅れてしまったけど。おい、ちょ、なんやこいつ。何お前。おがなんかこれお前、苗木出てきとんだ。何そう、いや、わ、すいません。僕ちょっとごめんなさい、その言葉わからないんで、すいません。いや、ごめん、お待たせ。なんだよ、ワイワイ。お前のカバンでかすぎだぞ。ま、それなら兄貴がどんなポケモンをくれても平気だな。うん、最近のポケモンって物理的に入れんのカバンに。ボールちゃうの？ウールーだ。どうしたんだ？これ、ウールーっていうの？こいつ。ウールーちゃん？ウールーっていうか。おいおい、ウールーったらガシガシ体当たりをかましてるぞ。おい、柵を越えるなよ。まどろみの森には怖いポケモンがいるんだぞ。グモモ？よし、ワイワイ、俺の家まで競争だぞ。なんで？でかいカバンでついてこれるか？おっしゃ、ほら、ついていくわ。で、どうしたん自分は。グモモ？ここっち行けへんの俺。え、俺の家なんやろここ。そんなに危ないとこが近くにあんの？うちの家は。わ、すごいな、そこら辺にいんねんね。ポケモンってそんななんかエンカウントみたいな感じじゃなかった葵さん。科学の力ってすげえ。歩いてるだけで交換や勝負が始まる。とっても不思議なんだな。うん、まあ働きや、葵さん。君はどうしたん？エコノミー症候群かかったかなんか？お隣さんなのに街の外へ行っちゃうの？ん？うん。お隣さん、今は行かへんけどいつかは行くよ。そりゃ、お隣さんも人やからね。もうなんかこの上になんかラスク置いたんで、これ使い込まれて油の染み込んだバーベキューコンロの上にほらラスク置いたんで、これどこに行けばいいの？どこに走って行けよったん？え、そこ？まあ綺麗やね。なんかそういうキッチンええな、L字の。母ちゃんただいま。おかえり、ホップ。ワイワイくんもこんにちは。あれ、兄貴は？まだだって言ってるでしょ、本当に慌てんぼなんだから。ようやくブラッシータウンの駅に着いたところじゃない。分かった、兄貴は歩行音痴だもんな。迎えに行ってやるよ。そうそうね、それが安心かも。まやまや、まだ会ってないよな。一緒に来いよ、兄貴を自慢したいんだ。道路で待ってるからな。うん、大変やね、息子さんね。あ、こや、あれ、ここになんかエコノミー諸国の子いたやろ。あれ、足伸ばしてる子、あれ、お前の弟か？ほんだら。ズバッと行くぞ！いいか、ワイワイ。野生のポケモンを草むらからパーッと飛び出すぞ。まあ、俺には仲間のウールーがいるから、野生のポケモンとも戦えるけどな。ワイワイワイ、そうもいかないだろ。だから草むらはスルーするぞ。ボケなんか？それは。スルーするぞってな。ああ、ほんま元気元気。若い子はええね。あ、一番道路やって。
一番道路やからこれ一番って書いてんのこれ。いや一番道路こういうのやっぱ細かく 見ていた方がいいんじゃないの。お前ゲームの楽しみ方知らんわわホップなあ。ゆっくりいた方がええやった。こういうのは兄貴を迎えに行くぞ。ここをまっすぐ進めば駅だ。何こっち行ったらあかんって言ってたんだっけ確か。仲間のポケモンがいないからな。あ、そういえばさ、あれ俺ゼニガメ欲しいね。ゼニガメくれへんの。なんか博士がゼニガメくれたりとか最初してたんじゃなかったっけあれ。何これどうされたんですか。なんかいっぱいになってますけど、ここブラッシータウンなんですか。ん、あ、出たハロウィンや。お前真ん中の女の人困ってるんだけど。なんだお前ユベントス好きなの。ブラッシータウンの皆さん、チャンピオンのダンテです。皆さんのためにもこれからも最強の勝負をします。我らが無敵のチャンピオン、あんたとリザードは最高だ。サンキュー。みんなをポケモンを育ててどんどん勝負してくださいよ。そしてチャンピオンの俺に挑戦してくれ。はーい、私たちもダンテさんに憧れて、ダンテさんに憧れてポケモン勝負してます。でもチャンピオンのリザードン強すぎるもん。確かにリザードンは強い。他のポケモンたちも強い。だからこそ最強のチャレンジャーと戦いたい。俺の願いはガラル地方のポケモントレーナーみんなで強くなることだからね。群雄割拠のポケモン新時代。昭和36年の夏、かくして親友ホップの兄チャンピオンダンデを迎えに行った二人は挨拶を済ませ、ついに最初のパートナーポケモンを選ぶこととなるのである。兄貴、約束のプレゼントは？俺とワイワイにポケモンくれるんだろ？最強のチャンピオンから最高の贈り物、素敵なポケモンたちによるご機嫌なアピールタイムだ。え？あ、これでくれるん？今回。ん？どうした？どんなポケモンたちかよく見ろよ。はい。ほら、3匹や。うわ、何？猿？タラノ。うん。うさぎ？なんで？なんかわからん。何？うわめっちゃ悩ましいやん。うわこいつとかお前走っただけで引いたつんけ。それはお前厄介やな。こ特にお前首里城の問題になってんのに今何してんのあれ。あそれ効果は抜群だ。ちゃん効果は抜群だ。あほら、あ落ちてしまった落ちてしまった。うん、あ泣いてしまった。あらかわいそう。何でもかんでもつないでみんな集まってっていうか、え、この中から俺一匹搾取せなあかんの。いやかわいそうやわ。せっかく3人で仲良くやってんのにな。ちょうどええやん。ほんでこいつはこいつに強いけどこいつに弱いみたいな関係性がしっかり。先に選んでいいぞ。俺にはウールもいるからな。よし、じゃあ一番左の君から。サルお前が話聞かせなあ。ん？ああ笑顔満点やね。草タイプの猿乗りはね、木々の安らぎを分けてくれるんで。草のポケモン猿乗りにするのかい。いやちょっとごめん、ここはじっくりか、うん、じっくり考えさせてくれ。ひらめきに頼ってもいい。大切なパートナーを選ぶんだ。そうでしょう。これがほんまに大切やからね。これ最後の方まで聞けよお前ら。おい君は怪我したか。ヒバニーは炎タイプ、熱いパッションの持ち主さ。あそれいいかもな。炎のポケモンヒバニーに決めるのかい。まあまあちょっと一回最後のやつ見てみたいからね。君は泣き虫の君は、ん、さすが水タイプのメッソン。メッソンタユタウ、水のようにおおらかだ。水のポケモンメッソンを選ぶのかい。まあここはね本当にもう皆さん悩むところかと思います。これもう初代からね、私金銀までしかしたことないですけど、金銀でも非常に悩みましたね。でも私も決めました。私が選んだ最初のポケモンはメッソン。お前な、なんか可愛らしいもんな。泣き虫やったしな。俺がだからお前を鍛え直したるから、メッソンにニックネームを、うん、つけよ。なんメソメソしてるからメッソンってことやろ。涙流すメッソンってことやろ。まあ、名前ってのは難しいけどね。ただ気持ちを込めるとするならばね、やっぱ泣き虫やからメッソンは。でもね、流した涙がね、たとえ悲しくても
それが大地に滴れば、そのティアーズドロップが新たな小さな芽を芽吹かせ、やがてそれは大きな花を咲かせる。そういう気持ちを込めてね。カエル、そう名付ける君を。ハイタッチするの乗れってことやったんじゃないの。カエル、うん、もう涙目、もう泣きそうな顔してる。うん、メソか、いいセンスだぞ。いや、カエルにしたんやけど。え、カエルにしたやろ俺。あ、そういうことか。じゃあ俺のパートナーはヒバニー、お前だ。なんでお前頭悪いん。弱点やろ。俺はチャンピオン目指してるから、お前もビシビシ鍛えるぞ。ああ、かわいそうに、ただでさえ怪我してんのに。なあ、分かってるぜホップ、だからお前とワイワイにポケモンをプレゼントしたんだ。ワイワイと競い合い、俺を目指して強くなれ。めっちゃかわいそうや。この猿めっちゃか、ちょ、この猿も生きごろって、あ、あ、せき、あなたが持っていくんですか。俺のリザードンは強く優しく、そして厳しいぜ。て特に相性的にも厳しいやろよね。ほらみんな、ご飯ができたわよ、ご飯ができたわよ、ポケモンも一緒に食べな。あー、いいね、みんなでバーベキューしてんのかな、これ仲も良くなりそうやもんね。なんか俺のポケモンだけど距離感だいぶ違うんやけど、なあ、もうギクシャクしてんの。こうして大切なパートナーカエルのメッソンを手に入れたワイワイは、ライバルとなったポップとの初めてのポケモン勝負を迎えたのである。よし、ポケモンもトレーナーも乗ってるよな。さあ走けようぜ。兄貴の試合は全部見てる。兄貴が部屋に置いていった本や雑誌は全て読んだ。どうすれば勝てるか分かってる。戦う前にごちゃごちゃ言うな。ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛ける。よっしゃー、やってやろうじゃないか。お前悪いぞ。俺もお前あれやからな。俺がお前ポケモンやった日にはお前ボコボコ行くからな。俺は行け、カエル。俺には仲間が2匹いるんだぞ。脅し系、おお、全然ちゃう。勝手に画面動きますやん。ほんでどうしたらいいの。状況って何。状況ってどういうこと。状況、カエルの状況は特性激流って何。 HP が減った時、水タイプの技の威力が上がる。へえ、そんなあるんや。戦う、ハタク鳴き声やって。うわ、懐かしい、ハタクじゃ。え、動くんこれ。動くやん。うわ、相手のウールの体当たり。あー、3ポイントな、3ポイント効くんだ。よし、じゃあこれで決めよう。はたけ、カエル、うわ、しっかりしろ。さあ、せや。あ、経験値はもうもらえんの。あ、レベル上がった。カエルはレベル6に上がった。 HP が増えて、攻撃がでも増えへんかったんか。まあ、また後で見てみようか。はい、カエルは新しく水、お、ナイス、水鉄砲。いいね、まだだぞ。俺にはもう一匹頼れる仲間が増えたんだぞ。うん、ごちゃごちゃ言わんでる。早く出せ。あ、手だな、ヒバニー。ただ残念ながらこっちはヒバニー、お前の弱点である水鉄砲を持っちゃってるんだよ。行け、もう泣くのはしまいだ。お前が泣く番よ、ヒバニー。熱すぎ、ちょっと。いやいや、よりよりは分かってないけど、お前が選んだんやろ、頭悪いから。あ、おー、やってきたな。しかしこれで身を覚めよう。流した涙はやがて枯れ果て、大地に希望の芽を咲かせる。行け、涙のティアストロップ、水鉄砲。どうだ、今日泣いたのはお前の方だったようだな。これうん、めっちゃレベル上がれよ。ほんでこれうちの決め台詞やから、絶対最後カエルに決めさせるから。うちは、うん、2匹絶対ただ負けたね。メッソンって言うな、ほんで。カエルって言うね。ワイワイは賞金として、おっしゃ、オッケー、貯金しよう。兄貴、俺はもっともっと強くなりたい。ポケモンジムに挑ませてくれ。なるほど、ガラル地方最大のイベント、ジムチャレンジに参加したいのか。わかった、二人とももっとポケモンに詳しくなれ。特にワイワイ、君はポケモン図鑑を手に入れるんだ。ポケモン図鑑を使えばポケモンの強さなどもわかる。ちなみにポケモン図鑑に詰まっているのはデータではなく愛と情熱なんだぜ。よし、ワイワイ、ポケモン図鑑をもらうならポケモン研究所だ。
今のノリの良さ最高だ。博士には俺から伝えておくよ。この俺ホップはチャンピオンになる男。図鑑を完成させるのも伝説の1ページだぞ。ポケモン図鑑をもらうことをおばさんに言っておかないとな。もうすぐ展開早いな自分が。ほんまちょっと待って、それで いろいろ見てみたいねん。いつも困ってる顔してんな。カエル、カエルの強さを見て、うん、ピュチュって言うねんなカエル。何このパラメーター。ちょっとこれいいんか分からんけど、このパラメーター全然うまく使えてないよねこの表。タウンマップ、はい。あ、何ドキンちゃん出てきた。ハロンタウン、ワイワイの家、ホップの家。あ、これで1番道路を通っていくとブラッシータウン。今ここブラッシータウン行きましたよね。で2番道路を通っていったらこの先になんかあるよってことみたいね。はいはい。俺さ、ちょっとポケモンって6匹ぐらい持てたよね確かね。俺それちょっとゲットしたいねんよ。だからモンボ取りに、モンボ買いに行こうや。あ、おいワイワイ、今の音ってどうしたどうしたどうした。柵が開いてるぞ。あそこにいたウールは、あ、なんか森いたやったっけ。あいつ背当たりしてたもんな。まさか入ったのかよ。この先はさあ誰であろうと入っちゃいけないんだぞ。昔ポケモン博士の孫がさ中でひどい目にあったし、その後めっちゃ怒られたって。ワイワイどうする。助けよう。わかるわかる、ダメだと言われても行かなきゃいけないシーンだぞ。覚悟決めてさビシッと行くぞワイワイ。うん、ちょっとごめん、俺モンスターボール買いに行かなあかんか、ごめんな。うん、うわ、うん、どこってうん、ほらほらワイワイ、ポケモン助けないとだぞ。分かってる。 何お前焚きつけてくんねんお前俺に。負けたくてしやがってお前。うわ、まどろみの森ってほんまに迷いそうな森やね。おじさん常盤の森しか知らんから、ウールのやつどこに行ったんだろうな。霧が出てきたな、早く見つけないとやばいぞ。しやね。え、このとこ行って大丈夫で出てくるんじゃないの草むらって。うちのカエルで、あ、なにこれ、ん、何や、お腹できた。うわぁ、リスや、星がリスやって。さっきの名前しやがってこの野郎。さあ、今日泣くのはどっちかな。そう、お前さ羊毛は、あ、なんか見つかった、また。あ、これ違うんちゃう、さっきと。うわぁ、すごい、フクロウちゃん、ここからやって。何も関係あらへん名前。かわいそうに、かわいそうにって。毎回かわいそうにって言ったらキリないんちゃうかな、でもと思うねんけど。ほんでお前はカエルなんか、そこらへんまだはっきりしてへんの。なんだ今の、何かの鳴き声か。ん、鳴き声した。パートナーのカエルに疑問を抱きながら迷子のウールを探し、ワイワイとホップは森の奥へと足を踏み入れていくと、ん、この気配は、うわ、ワイワイさん、なんだこいつ、ウロード、ええ、こんなの戦うの。ちょっと待って、カエル大丈夫か。うせやろ、ちょっと情報見れへんの。ちょ、技説明しか見れ、情報見れへんわ。大丈夫か、うちのカエルでレベル7やけど。よし行け。さあどっちが泣くのかな。え、不思議なポケモンがじっと見つめてくる。え、こいつまさか効かないぞ。どういうこと。あ、なくした。おいおい、何も見えないけど大丈夫か。じゃあはたく、ぶつかっていって、ぶつかっていって帰る。ぶつかっていったらほら当たったや。こう効かへんの。効かへんとか効くとかの前にもう白すぎてもう全く見えへんねやけど。何も見えないぞ。おう、え、何これ。うわー、謎の生物に果敢に勝負を挑むも気を失ってしまった二人は、救助に来たダンデと共に森を脱出し、
いよいよブラッシータウンへと向かうのであった。黙って出かけるとさっきみたいに怒られるからな。ブラッシータウンに行くことおばさんに話しておかないとな。よし、じゃあちょっとシャワーでも入ってこうかな。おいおい、子供生まれてんのか、なあ、苗木子供産んどる。おか、おかどこ行った、おか。おお、あら、メッソンって素敵なポケモンなのね。ダンデさんから聞いたわよ、ポケモン図鑑をもらいにブラッシータウンに行くんでしょ。うん、そう。はい、お小遣い。ポケモンセンターで傷薬とかいろいろ買っておくといいからね。メッソンはあなたのために一生懸命戦うんだよ。あんま無茶させないでね。お、メッソン、バイバイ、よろしくね。何かあったら帰っておいで。家ならゆっくり休めるでしょ。すごいな、パフュームみたいな、なんかパフュームみたいになってるやん、もう音楽が。俺ん時なんかマジでお前誰でも弾けるんちゃうんっていう感じのことやったんで。そう、ほな一つだけ言うとくな、俺ちょっともうブラシ行ったら行って多分帰ってこへんからよ。そう、おかんがの迷惑でかけんだな、それ。増やすんはええけどな。うん、もう分かったらいいけどな、頼むぞ。あと任したお前らに。ほな、お前さ、ほんま行く先行く先待ってるよね、ほんと君。これ俺が女やったら訴えてるもん絶対。行くぞ、この一歩がチャンピオンへの第一歩。よし、俺は草むらのポケモンと戦わせてヒバニーを鍛えるぞ。お前が行くのは紫の屋根、赤と白のボールのマークがある建物、あれがポケモン研究所だ。うん、ああそう。これちなみにこの右側、あれなんか当選簿されてるよ、これ。当選簿されてません？大丈夫？寝ているウルーたち起こさないように遠回りしよう。あ、俺も行かなあかんってこと？じゃあ草むらを。わあ、困ったな、うまいことできてるやん。なにこれ、ん、え、なんかいつもと状況が違うんだけど。え、これ なんか近づいてくるよ。あ、ここ穴っていいのこれ。え、うわ、野生のクスネやって。何クスネって、キツネ？お前、お前下半身ちょっと待って、あいつ下半身自分で制御できてないぞ。一応見てみ、ほら、下半身自分で制御、違うわ。何それ、下半身ちゃうんか、どっちが本体や、お前。ややこしいな、お前。足なんか、それは。めちゃめちゃ足あるやないか、ほんだ。こっち強いぞ、ほんで、意外と。ステップアウト。どうだ、臭いだろ。つねられた。あのクスネの謎を解きたいな。あいつ絶対進化するわ。あれ、謎の体に謎の部分を抱えてるやつで絶対飛躍するから。モンボ欲しいな。なんか向こう側に見たことないやついいひん、あれ。あの見たことないやつ、ちょっと当たってみる、これ、こいつ。あ、リシア。あれ、モンスターボール持ってる。なんで、いつの間に俺モンスターボールもらった。でもごめん、リスはちょっと興味ないから、ごめんな。うせやうせやん。じゃあ使ってみるよ、一回モンスターボール。5個しかないけど、モンスターボールを使った。いやさあ、クリティカルヒット。あ、わ、入ってもうた、入ってもうた。うん、あ、レベル上がった、カエルも。いいね、攻撃上がらへんけどね。攻撃は伸びが悪いね。どっちかっていうとビーム系のやつの方が、うん、ビーム系のやつの方がええ、言うたけどね、今。虫ガリスに肉、うん、つけるよ。はい、では皆さんご紹介します。この冬からパートでね、虫ガリスになってくれます田中さんです、よろしくお願いします。基本的に田中さんは月水金で、働いてもらいますんで、田中さんよろしくお願いします、これからもね。あー、これから経理大変やな。田中さん103万円超えへんようにしひんかったらね、不要入ってはるから、田中さんは。そこのとこも気使わなあかんのよね。え、これ羊毛は、この羊毛もな、羊毛と、あ、羊毛も戦うの。え、羊毛お前行く、一緒に。ほんだらモンスターボール。出た、入った。いつでも緊張するよな、あの3回の揺れ。あ、経験値もらった。なんで田中さんも、なんで田中さんまで田中さんの名前だけなんでそんな普通のつけるやつけるやろ。羊毛ってことやろ。
はい、じゃあご紹介します。この冬からウル役やってくれます、ぬくもりさんです。ぬくもりさんのこう情報ちょっと見ときたいな。ぬくもりさんは俺あの使えると思うねん、結構な。ノーマルタイプなんで、ぬくもりさんは、ま、特性モフモフやって、マフマフやったらな、伸びたのに。相手から受けた接触する技のダメージを半減するが、炎タイプの技のダメージは2倍になんねんて。へえ、普通のダメージを半減させるっていうのはすごいね、ぬくもりさん。意地っぱりな性格やで、ぬくもりさん。食べるのが大好き。典型的女子って感じやな、ぬくもりさん。ええやん。誰がぬくもりさんにぬくめられるんでしょうね。ぬくもりさん。これ、田中さんもちょっと危ういよ。田中さんの情報俺見てなかったけど。田中さんなんか使う気さらさらないからさ、はっきり言って。田中さんの特性見て、どんな木の実でも食べる。どんな木の実でも食べると HP も回復するってどういうこと？そう、回復するんちゃうの？あ、田中さん噛みつくとか言って悪の、なんか悪なん？田中さんって脳天気やねんって。物音に敏感で、田中さん、うわほんで悪やねんな、噛みつくって言って。お前もうめちゃめちゃ迷惑かけるやん、田中さん。絶対にご近所にいてほしないわ、田中さんは。これ何、不思議な贈り物って。不思議な贈り物を受け取る。何受け取る？ なんか俺もらったん？インターネットで受け取るわ。じゃん、贈り物を探してねんて。キヨダイマックスするニャース。巨大マックスするニャースか。何これ巨大マックスニャースって。あ、懐かしい、ロケット団にいたやつやな、お前な。あ、これこれや。うわー、なんかすごい昭和感じひん、こいつ。感じんねんけど。あ、ニャースはノーマルなんね、一応ね。で、相手の使った道具を拾ってくることがあるんやって。物拾いって言って。あ、それいいね。はい、ありがとうございました。で、あの袋に当たりたくない。危ない危ない、あの袋には俺当たりたくないねん。もうできる、ちょ、今体力がないから。危ない危ない危ない。よっしゃ、ちょっと一回ポケモンセンターに、ポケモンセンターに回復させに行かなあかんねやと思うんですけど、ポケモンセンターってどっかないんかな。こっちは、すいません、ポケモンセンターってどこにあるか知りません。フレンドリーショップへようこそ。あ、はい。え、な、え、あ、むちゃくちゃ持ってるやん、お小遣い3万持ってるやん。俺より持ってるやん。あ、ここ駅なん、ほんでこれ、ここ駅っぽいね。待たれてるんですか。列車の窓からの景色どんどん変わっていくのがいいよな。そんなことをなんかいいって言い出したらもう刻一刻楽しめるよね、あの人。街を軽く散策していると目的のポケモン研究所を発見したワイワイ。中では膝がない犬ポケモンワンパチとマグノリア博士の助手ソニアが温かく出迎えてくれ、ワイワイのスマホロトムに目的のポケモン図鑑を更新してくれたのである。アイライン濃いね。ポケモン図鑑を受け取ったことをおばあさまに伝えておいてよ。おばあさまだったら2番道路の先にいるから。うん、回復させてくれます。あ、これ俺知ってるで、これドガースやろ。これ違う、これドガースちゃうの。あれ、せっかくならね、なんか図書館見回りたいなと思うんですけど。うわすごい、どこを見たら顕微できんのか分からへん顕微鏡や。すごいね、やっぱ新時代感じるよね。でも俺なんかはさ、本当にあの鳳凰と ルギアやったっけかなんかいうやつでね、私はそれが全盛期でしたから、ポケモンの。見てみる一回。じゃあどうやって、あ、これか図鑑か。うん、ドキンちゃんがなんかあれやねんな、ホロコーストやけ、なんかいうやつやんな、スマホのやつやんな。これ捕まえたと見つけたがあって、今のおすすめっていうのが、あ、全然おすすめされてるやつや。俺、田中さんは、田中さんはそれにそこそこちゃいますん。あ、メッソン、怯えると玉ねぎ100個分の催涙成分を持つ涙を流してもらい泣きさせねて。泣くのがもう一つ攻撃みたいになってるな、メッソンな。こいつは、田中さんはガラルの至るところにいる。左右のほっぺに木の実を その蓄えていないと不安。あ、そう。不安って。あ、そう。こいつ欲しいな。これ下半身が制御できてへんやつ。これ絶対生まれてくると思うんで、ケツからなんか最後。これ進化する、絶対進化するね、こういうやつ。その先が見てみたいよね。ウールも進化すると思うねんな。パーマのかかった体毛は高いクッション性がある。崖から落ちてもへっちゃら。ところでさ、回復したいんですけど、ポケモンセンター知りません？
うん、タウンマップ、うん、タウンマップじゃなくて、あ、知りません。ちょっと待って、あの左側に服売ってるしさ、真ん中は野菜売ってて、右側はポケモンセンターじゃないこれ。ちょっと俺ポケモンセンター行こう。え、ソニアからポケモン図鑑をもらったんだろ。いろんなポケモンと出会って強いチームにするといいぞ。野生には強いポケモンやトレーナーがいて、仲間のポケモンが傷つくことだってある。そんな時はポケモンセンターだな。ポケモンセンターはどこでも同じデザインの建物だぞ。なあワイワイ、ちょっと覗いていこうぜ。てよね、回復したかったしね、ちょうどね。あら綺麗な。なあワイワイ、ポケモンセンターは初めてか。おう、よし任せろ。 何を。ほらお姉さんに話しかけるとポケモン元気にしてもらえる。パソコンには、あ、パソコンとかあったな。お、なんかパソコンの上になんかヘバついてるぞ。ちゃいちゃいちゃい、 これこいつこいつ、ほら、あ、起きた。なにこいつ、あれポケモン、あれ、ああいう、まあ、とにかくちょっと一回回復してもらっていいですかお姉さん。あらお姉さん、ほんと綺麗だね。お姉さんの顔見てるだけで僕の心も休ませされますね。えお姉さん、お姉さん、固定電話の番号教えてもらえません。お姉さん、いや、ありがとうございます。お預かりした、みんな元気、僕の心も元気になりましたよね。え、ただのご利用ね。パーってしてへんかった今口。ウケる。ん、どうした、右足怪我した。気分あは、今月の誕生日占いめっちゃ当たってる。ん、もしかしてあなたも、あ、占ってや。あなたは誕生月を、うん、いいよ、3月、俺さ、3月やから。続いてあなたの生まれた日はね、27、俺3月の27やねん。で、今年の3月27で23なんだ。おう、あなたの誕生日は3月、そう、生まれたあなた、あなたは、何々ん、あれ、これちょうどお菓子こぼしたシミでページが汚れて読めないね。はい、あなたの誕生日は超絶ラッキー、伝説のポケモンに会えるかも、なんちゃって。じゃあバイバイ。すいません、お姉さん、ちょっと心が傷ついたんで、お姉さんさ、パーって口パーって開けるの何なんですか。お姉さん頼みますよ、開けるのは僕に心を開いてくれるだけにしといてくださいね、お姉さんね。あー、お姉さんに知りようた。ちょっとこっち行こうなって、こう全然俺のポケモン全然進まへんやん。何してんの君は。ん、イタリアかぶれか。どうも、もぎたて新鮮木の実はいかがですか。あ、ちょっとこのクラブモンの実ほんだら、あ、麻痺、ももの実ちょっと3個もらうわ。田中さんさ、うん、田中さん喜ぶわ、ほんだらこれうちの、ありがとう。これ田中さんよ、これほんだら渡しとこう、これ田中さん、見といて、不安なんやろ田中さん、それ持ってない、田中さん持ってないと不安やから、ごめんな、みんなちょっと付き合わせるけど。わあ、君とかどうしたの、農家してんの。ポケモンと一緒にご飯を食えばうまさ倍増。まずいね、まあ言うても家族やからね、ポケモンとか言うけどね。うわ、これとかむっちゃいいねけど、これおで、メンズ売ってますこれ。すいません、ブティックへようこそ、何かお探しでしょうか。ああ、いいじゃないですか。ちょっと待って、服だけきっちりしとかんとさ、冒険今から出んねから。いやもうこのなんか膝のとこがさ、そうスキニーパン、あ、いいね、スキニーパンツいいね。ちょっとごめん、まずスキニー、ネイビーのパンツちょっとこうといて、あ、いいっすいいっす。あ、ホワイトも欲しいね、ホワイトの靴、うん、ローファーの靴で、いや、ここローファーブラックでこれ合わせていって、あ、いいソックス、イエローのソックスちょっと一個こうといていいですか。イエローのソックスと、で、まあキャップ欲しいな、そうやったら。すいません、ちょっとじゃあフィッティング借ります。できた。どう、これが今年の冬最初に出たんやからいいやろ。もうほんでお金、ごめんなくなってん、もうお金な残り1000円ぐらいしかないんで。でもまあ服買いに来たんやから3万ぐらい使うの当たり前やから、悪いけど。うわー、びっちり決まった食器、見てごらんよお姉さん、ほら見てごらん俺のかよ。あー、ええわ、これからやっぱりさ、ポケモントレーナーのチャンピオンを目指すもんとして、いでたちって大事やから。ごめんもう待たせ、ホップ、ごめんお待たせ、おい、ちょ、服さ、おう、ポケモン取れならジムチャレンジに参加するよ。ジムチャレンジとは、1年に1度チャンピオンに挑戦する権利をかけて戦う大会なんだよ。
ただジムチャレンジに出るには推薦状が必要なんだ。兄貴はまだ認めてくれない。だから博士に相談するぞ。お前も参加してくれよ。だってライバルがいれば俺たち2人強くなれる。博士は2番道路の先の先、ポケモンを鍛えつつ進もうぜ。まあでもね、まあ、彼ともね、どっかでね、別れることになるとは思うんですけどね、それまであえて先導してくれるのね、ありがたいですけれども、何なんですか、この学校は。どうしたん？お医者も混ぜて、何や君、お医者の方見て、何や、お医者の方確保におかしいとこでもあんのか。何やこれ、なんか光ってないか。あ、元気の鍵が見つけたって。瀕死になったポケモンを半分まで塊っていうのもあったよね、確かね。塊が全回復するってことやったよね。やってそう思うんだけどちょっと待って、もう俺次町やったら、俺次の町まではこうして、俺毎回服変えるわ一応。さあ、ということでね、いかがだったでしょうか。今回はもう第1回目ということですからね、チュートリアル的なところで非常にムービーが多かったんで、少しこう、なんて言うんでしょうかね、カットするといいますか、注釈を入れてね、短くさせていただきましたけれどもですね。ただ自身本当に久方ぶりのポケモンと、本当に20年ぐらいはね、ポケモンしなかったかなと、ちゃんとね、ちゃんとプレイするという意味ではしなかったかなと思いますんで、非常にこう新しい発見も多いですしね、素直にね、なんかね、やっててね、ワクワクするっていうね、これポケモンの不思議なところなんですけれども、今シリーズはですね、1話のポケモンシリーズ、まあ今のこのペースで考えていただいても非常に長くなるかというふうに思います。あんまりね、こう木をてらったことをしていくっていうよりはね、なんかどっかでね、草タイプで絞るとかね、そういうのがあればまたそれはそれでするかもしれませんけれども、もうできる限りコンスタントにポン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 と毎日ね、上げられていければなというシリーズでございますので、ぜひポケモンやってる方もね、やってない方もですね、ストーリーを追いながら、このおじさんがですね、あんまり慣れないポケモンをプレイするというこの一部始終ね、ご覧いただければなというふうに思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた違った動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。